上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクション、素材の上に玉付きスキーと飾り、ソフトサケイクを食べたことあるんですけど、皮付きとかはやっぱり歯応えがあるのかな、その辺も気になりますね。では早速食べていきましょう。やっぱり皮付きというだけではちょっと茶色いですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。少し歯応えがあって美味しかったですね。香ばしさや甘辛さもしっかり口の中に広がってました。そして何よりカメルの量の割に満足感があるというのが良かったですね。まあ歌はそういうものなのかもしれませんが、おつまみだけでなくおかずにもなりそうな歯ごたえでしたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録